とタクシーの運転手なんですけど、はい、タクシーの運転手変なやつ多いですか、うん、え、大阪それ東京どっちの話、大阪です、大阪が特に変装だもんね、大阪めっちゃタクシー運転手もう外ればっかりなんですけど、1位もめっちゃ多分外イライラしてたんですけど、うん、最初乗ってから40分ぐらい乗ったんですけど、うん、最後まで俺らずっと寝てんのにずっと喋りかけてきたんですあれね、最初はアートエイトをめっちゃ言ってるから、あー確かにね、裏声とかも使ってた、オオカミ、オオカミやってた、そういうのトロンとかに変えて言ってたのに20分ぐらいしてから俺らもうめっちゃ眠たかったんですよ、で早かったから、でイヤホンして無視したら後ろ向くじゃないですか、ってことはイヤホンしてることに気づくから喋るのやめるんですよ、で俺らがこうやってイヤホンして一応イヤホンしたくなんですけど、俺が寝てたらこうやってグワッとして俺らに聞こえるぐらいの音量でまた大きい声でブワッとして、ほんで俺笑ってもらって一応見たら一応めっちゃ笑ってこいつまだ喋んねんよ、ほんで40分ぐらいまでずっとイヤホンしてるんです、最後までしたの、そりゃイライラするわ、最後までしたのって言って笑ったの俺ら、それはもう本当寝ますって言ったらどうなんだろう、寝ますは喋りかけないですよ寝ますって言って喋ってる友達やん